私、ヘイ出しますから、バークン、車に行きなさい。お、ボーラさん、ヘイで、私、車で行くんで。うん。ええ、はい。ああ、いいよ、うん。ああ、いいよ。おい、はい。おい、バークン、大丈夫か？おい、ボーラさん、これ、おい、ちょちょ、タイヤがパンクしたよ、これ。どこだ、これ。なんてのお前、おい、タイヤパン、私に先に行くから、おい、ちょっと、バークン、あと来なさい、おい、はい、はい、はい、バイバイ、はい、バイバイ、オッケー、緑の車追うよ、もう大丈夫だ、セブンが来たぞ、今、二人、あ、なおなお、中だ、このホームランダーにお任せあれ、フロガーは一台見えてるけど、他に地上で車いたりする、よし、外周してしまおう、フロガーは犯人一人護送するぞ、救急隊聞こえるか、はい、本所の地下にダウン車3名護送するから対応頼む、じゃあ安全運転で署まで戻るから、行こう行こう、ああ快適なドライブを楽しんでくれ、はい、なんだって？面白いルート。面白いルート。飛んだり跳ねたり、面白いルート。そうだな。ああもちろんここを飛ぶのはやぶさかでもない。これ見てるから誰でもいい。これじゃあ拾いに行きます。まあ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 、まあ。これぐらいは序の口なんだけど。そうそう、でもここ飛んじゃうと遠回りになる。本当だ。うん。ブイーン。おお、パトカーがめっちゃいっぱいあるだろう。はい。よし。収束で大丈夫かな。うん。なんか目線が変な。戻しておきます。はい。これまたオイルリングだ。あ、痛い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 、なんだこれ。痛い。なんだこれ。よし。テクハラです。あれだね、ユニオンと同時の。じゃあ牢屋に、今牢屋に運んでやるから待ってろよ、よし、何も見えなくなってるかもしれないけど、よしここだ、うん、さあ、どうだ、見えるか、気づいてないですか、もしかして見えるか、何が、俺ボイラ先輩、見えるな、見えてる、枯れた、あれなんか車乗ってて声が、はい、所長あっち行ったもん、 あっちって当たっちゃったんか、ごめんな、うん、いえあら特別待遇、どうしたどうした、えこの子ね、うん、あれな枝豆もんちゃん、うん、小屋に入ったらなんか出てくんの女の人が、ほう、本名は30、ま本名なんだって、本名がね違うんだよ確か、はっ、えそんなのがあったのか、そんなアンドロイドの、そうなのか、とりあえず下ろしてもらっていいかしら、うわ本当だ、君そんな、ほう、まあとりあえず危険、いいって言ったよね、危険物はこれでないな、よし OK、 名前は なんて言うんだ君、起こしてもらってからですか、ジャックバーグは話したことあったかしら、何度もあるはずだが、はい、ありがとうももみ、ありがとうございました、君とは話したことはないな、そう、じゃあガールズトークするから出てってくれる、なるほど、わかった、気になるな、いや、なんだ、枝豆、マジか、そんなのがあるのか、気になる、めっちゃ気になる、気になるけどもここで聞きに行くっていうのは不作法なもんだ、これは後で三郎から話を聞くとするか、よし、じゃあ私は170の銀行の前にパトッ、所長どうした、この町はすごいね、どうした、何があって、一体なんかかなり長いこと話し込んでたから、極秘極秘、あ極秘情報か、
直接で話そう。そうだな、ちょっとここだとまずいな。何も知らないよね、所長。何も知らない、いや、もちろん枝豆もんは知ってるけど、枝豆もんちゃんがどういう人物なのか知ってる？いや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 、わからない、それは。サブロー、話聞いてもいいか。うん、行こう。うん。あ、バック。所長、この前ね。うん。ラマメモンちゃんが店舗強盗してたの。うん。それ捕まえて。うんうんうん。喋ってたら、通夜に入った瞬間にね、先輩どこ？ポカイと表情が変わったの。あ、駐車場ですか？うん、いや、今日のあの感じだよな。そう、いや、ちょっと全く、枝豆もんはなんかあの何々なのだみたいな、そう、あの喋り方しか知らないから、私は。そうなの、それでね、うん、それで何者なのって聞いたら、うん、う、警察の、ロエアはファイアーウォールが強すぎて、中身が出てきちゃうって言って。ファイアーウォールが強す、ほう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 。なんか、違う世界から枝豆もんちゃんのことを監視してるんだって。え？なんだって枝豆もんを違う世界から監視してる？そう、つまり枝豆もんの意識を司ってるやつってことか。そう、枝豆もんちゃんはアンドロイドなんだって。アンドロイド、なんと。それでこの子がロスサントスで悪に行くか白に行くかを研究してるらしい。その人はなんていう名前なんだ？今日教えてもらったんだけどね、うん、極秘だよ、極秘。極秘、オッケー、分かった。極秘だからね、うん、え、誰にも言わない？いや、もちろん。ノームさんって言うんだっけ？え？なんで、なんだって？ノームさん。の NOM？ ノーム。うん。ノーム。さあ、うん、何人かいるらしい、この世界に。ノームが。うん、ノームさんじゃない。研究してる人が。ほう。アンドロイドが何人かいるってことか？なんだそれは。不気味な話だな。そう、内緒ね。わかった。枝豆もん。いた。アンドロイド。それは枝豆もんも知らないんじゃないのか。枝豆もんじゃ知らないの。これは何か大きな陰謀、あるいは事件の香りがするな。だからプリズンとかに行ったら普通に枝豆もんちゃんなの、うん、だから今までなんかみんな牢屋に送られてけど、うん、普通に切符切って送ってるから気づかなかったんだって。警察署の牢屋だけそのノームが出てくるのか。そう。ほう。今まで気づかなかった。なんで気づかなかったんだろう、今まで。誰にも気づかれなかった、あなただけよって言われたよ。口調が変わったことに対して。そう。いや、口調が変わるのは俺もなんか違和感か感じたけど、うん、口調が変わるだけだったら、そのまあ人によってはね、そういう人もいるだろうけど、でも違和感、異変を感じ取ったわけだな、サブローが。そう、うん、確かに言われてみれば。ほう、何かこれは調べてみる必要がありそうだな。うん、枝豆もしかしたら悪い組織かもしれないよね。うん、まだ分からんな。分かんないの。いいのか悪いのかも分からんな。監視してる。でも犯罪者にバレるのはダメなんじゃないって言われた。警察はいいとしても。いや、どこに潜んでるかが分からない以上、警察の中でもあんまり共有するのはやめといた方がいいかもしれないな。ね、仮に警察の中にもしアンドロイドがいた場合。そっか。そう。犯罪者だけとは限らないだろう、アンドロイドは。うん、うん、ノーム、これは独自に捜査を進めていくしかない。今のところ分かっているのは枝豆もんだけか。
そう、枝親子ちゃんだけ。何かこの人はもしかしたら人間じゃないのかもみたいな、そういう思い当たる節があったら三郎共有しような。分かった。うん、つまり枝豆もんとは枝豆もんとして普通に接していいわけだよな。うん、うん、分かった。じゃあそのノームっていうことを悟られないように、警察の中に、いやそうだな、警察の中にいる可能性もゼロではないから。警察の中に人間じゃない人、まあ想像はつかないけど、やたらめった言ってしまわない方がいい情報かもしれない。分かった。うん、そのいいことなのか悪いことなのかもわからないし、まだ得体の知れないことない以上な。うん、サブローは違うよな。サブローはアンドロイドじゃないよな。違う違う。うん、俺も大丈夫だ。いろんな人の過去の話を聞いてみたりするといいかもな。どこで生まれて、どこで育って、どういう人生を歩んできたのか。だからそういう意味で言うと、まず一人確実にこの人はアンドロイドじゃないって言えるのは私の娘レリアだ。あいつはアンドロイドではないっていうことは確実にわかる。そうだよね。うん。ハローもお父さんとお母さんに捨てられた、話しに来たこのお父さんとですね。うん。じゃあ大丈夫だな。幼い頃の記憶。でもわからないな。幼い頃の記憶がインプットされたアンドロイドっていうのもあるかもしれないし。とか。うん。だから何かしらエラーを起こすようなことを聞かないとどうか本当のことはわからない。まあ、まずはでもその人が本当に人間かどうかっていうのは、その人の過去を聞いていくと分かっていくかもしれないな。怪しい人がいたら、怪しい人が、怪しいというか、この人は本当に人間なのかなって思うような人がいたら聞いてみるといいかもしれないな、昔の話を。うん。所長、うん、あとさ、あの人のこと聞きたかったんだよ、三郎。あの人っていうのは誰？なんとか三郎さん。ああ、宗像総三郎か。うん、そう。宗像はな、俺昔、そのこの町にいた頃、会ったことあるぞ。話したこともあるはず。ただ、すまん。やっぱりこの町って結構人も多いし、入れ替わりも激しいから、本当に詳しいことは覚えてないんだけど、宗像は白市民ではなかったと思う。チームドラ？チームドラゴンに入ってたって言ってたよ。あ、そうか。そうだな。うん、そうだ。ギャングだな、元。でもチームドラゴンを一言でギャングって言っていいのかっていうところはあるが。そうなの？チームドラゴンはちょっと特殊なギャングだったな。特殊なギャング？うん。それこそその辺は中場が、チームドラゴン対策、チームドラゴン対策課というか、半ばに俺任せてたから、チームドラゴンのことに関しては。そうなんだ。だから半ばに聞くとチームドラゴンに対する詳しいことがわかると思う。山本さんとこでしょ？ん？山本さん、山本、うん、山本ではないな。山本さんとこじゃないの？LWGP。 え、チームドラゴンじゃなかった？でもなんか山本さんもそうだそうだ、知ってんのかって言ってた。山本達也か。うん、いや山本は違うな。山本は、山本はでもいろんなギャングを転々としたやつだから、もしかしたら一瞬入ってたとかあるかもしれないけど、俺の記憶の中では山本はチームドラゴンではないはずだ。チームドラゴンは誰がいたの？チームドラゴンは俺が知ってるやつで言うと、浅場龍之介という男がいてな。浅場龍之介？うん、うん、そいつがチームドラゴンの、うん、ごめん、ちょっと本当に詳しいことを覚えてないんだけど、ボスだった、ボスというか責任者だったのかな、うん、俺がそいつが初犯だった時に、その浅場を捕まえて取り調べをしたのよ、うん、で簡単に言うと更生を促して、う
その結果彼はその俺の言葉が響いて道を踏み外さなかったみたいな話をしてくれて、あの時の所長の言葉があったから俺は変われたんだみたいな話をしてくれたのを覚えてる。でも俺はその時浅場龍之介とその初めて初犯で捕まえて取調室で話した内容を一切覚えてなくて浅場に何なんすかみたいな感じに言われて、俺はあれで人生が変わったのにみたいな、そういう会話をしたのを覚えてる。浅場、どんな字？朝に羽かな、龍之介。そう、もう随分と長いこと会ってないが、彼はそれでなんか方向が変わったみたいな話はしてたな。半ばにまあ聞いてみるとちょっと詳しいことがわかると思う。聞いてみよう。いやでも俺もかなり昔の記憶だから曖昧だからな、ちょっと。でもね、白市民パス取りに来たんだよ、宗像。聞いた？その話は聞いた。で、ボイラがその薬を持ってたから、ちゃんと粛々と対応したら誰か渡してるやつがいたっていうね。そう。どんな人なんだろうと思って。まあ、もともとはそういう、組織には属してたけど、その犯罪らしいことは一個もやってないって言ってた。チームドラゴン自体はその大型をやったりとか、人を傷つけたりとか、警察を襲ったりとか、そういう組織とはまたちょっと違った組織だったな。グッバイじゃん。グッバイよりも、もっとその犯罪をしない、でもギャングという組織ではある。どうやってギャング賄ってたの？わからない。俺も詳しいことは全部半ばに任せてたし、ちょっと本当に記憶が。半ばに聞いたら詳しい話をしてくれると思う。金はどうやってたのかな。そうだな、この町に古い住人だったらそのこと覚えて、烏帽子とかだったらもしかしたら記憶にあるかもな。あと警察署員の中だとネル、キャップ、でも半ばその辺の古参署員だな。キャシーとか。赤切さんは？レンはどうかな。当時のレンは結構現場対応が多くてな。レムとレンで本当に結構なんか、レンはレムの背中を追ってみたいな感じでやってたのは覚えてるが。そうなんだ。どうかな、レンも。もしかしたら知ってるかもしれないな。聞いてみよう。なんかどんな人か分かんないかね。俺が知ってる範囲だとそういうところだな。昔のギャング、本当に昔の組織の人間だったっていう。でも今になってその元チームドラゴンの人間が久しぶりに街にやってきて、一体何をこうしたいんだろうな。孤児院さんだって。これから孤児院をやっていきたいと。そう、でもなんか、なんだっけ、悪い人もいい人も起こす人になるんだって。ああ、孤児院が掲げる思想としてよく見受けられるやつだな。なんか、なんとかフォールドちゃんっていう子が今日いて。なんとかフォールド。なんか猫みたいな名前の子。ほうほうほう。この子も孤児院みたいで。そうなのか。その子は黒しか起こさないって言ってた。ああ、なるほどな。警察はダメだって話された。なんかあったのかな。いろいろとまた街が動きそうな話が出てきたな、いくつか。そう。だからね、所長はね、生もんちゃんのことはボイラさんには言っちゃダメ。いや、もちろん言うわけないぞ。ボイラどころか誰にも言わないから安心してくれ。今度はさ、どうやって見つけたらサブローを呼んで。
うん、話聞いてみよう。そうしよう。悪いこと企んでないから見張っとかないとね。いやー、そのノームの目的が何なのかを知りたいな。うん、うん、でも私は研究してるだけみたいな、観察してる 人らしい。なんだろうな、不気味だな、何しろ、うんうん、まあとにかくいろいろ共有助かる、ありがとうな。うん、分かった、うん、助かった。また会ったら言うよ。よし、頼むな。監視、電脳、マトリックスか。一体なんだろうな。なんだろうね。うん。ファイアーウォールってサブロ知らなかったよ、そもそも。ファイアーウォールは、言うならば、セキュリティの、本当に、最後の砦みたいなもんだな。だから、まあ、彼女が言うところには、まあ、彼なのか彼女なのかわからないが、その人が言うところには、結局重要、頑丈なセキュリティでロックされてるけど、ここはなぜかそのセキュリティが通らないんじゃないのかな。なるほど、うん、だから本体が出てきてしまうみたいな、そういったところだろうなきっと。わからん、枝豆門の演技かもしれないしな。え、本当わかんない。うん、ロボットか、ロボット。